沖縄物産マハエです。沖縄出身スタッフ、三品茶、子供の頃の懐かしい情報、風邪気味や疲れた時にはおばあが三品茶を入れて、カチ割り黒糖を包丁の柄で砕いて入れて飲んだそうです。甘い三品茶、懐かしい味だそうです。